じゃあですね、今日は、リライズショートストーリー中塚あかねさんにインタビューしたいと思います。あかねさん、よろしくお願いします。お願いしますはい、じゃあ早速ですが、最初の質問ですね。今どのような夢やビジョンをお持ちですか？はい、今はですね、自分らしく生きられる人が世の中に増えるといいなと思っています。私自身が、ずっと自分らしく生きることができていなくって、いつもこう人の目を気にしていたりとか、そもそも自分って何なんだろうみたいな生き方を本当にもう小さい時から長年していて、それをちょっとずつ手放して、あ、自分らしく生きていいんだなっていう、こう気づきをここ数年で得られるようになってきて、なんかやっぱり社会で生きていると人の目とか気にしてしまうけれども、それぞれが自分の人生をこう楽しめたらいいなというふうに思っています。あ、なるほど、すごい素敵ですね。本当、自分らしく生きられる人が増えたらいい。はい、最近は人だけじゃなくて、はい、あとコロナでやっぱり環境面もちょっと気になっていて、あ、なんか動物とか自然とか全体とか、はい、そういったところにもこう目を向けながら、はい、なんか共生して共に生きていけるような、うんうん、そんな未来を思い描きながら活動して、いいですね。自然や動物とも共生していく。はい、ありがとうございます。じゃあ2つ目の質問ですね。そんな夢ビジョンを具現化するためにどんな目標や計画を立てていますか？はい、ビジョンっていうとちょっとこう先の未来なイメージがあるかなって思うんですけど、はい、なんかそれだけではなくて、今この瞬間であったり、ちょっと先の未来だったりとか、はい、そういうところも出会ってほしいなと思っていて、でそのためにやっぱり自分自身が満たされていることをすごく大事にしたいなっていうふうに思っています。もちろんこう人に対して優しくっていうのもすごく大事な要素ではあるんですけど、はい、自分をこう押し込んで人に優しくしているとどこか出方が来てしまうというふうに思っているので、まず自分自身が自分の体とか心とか自分の声に耳を傾けるっていうところを大事にしています。なるほど。そして、はい、を大切にしていると周りの夫とか子供とか他のお仕事でお世話になっている方とかにもやっぱりちょっとずつそういうのって伝わっていくと思っていて、自分を大切にしてそういう手元すごくこう近い人たちをまず大切にしていくことが、はい、その先にもつながっていくんだろうなと思いながらなので、ね、自分を大切にしてすごく近い人たちを大切にしてっていうところを、大事にしています。なるほど、はい、じゃあその自分自身も満たされて、そして近い人たちを大切にしていく、はい、すごく素敵ですね。はい、じゃあですね、次の3つ目の質問に行きますね。現在ですね、どのような活動指針でどのような基本活動をしてますか？はい、今活動しているのがなんか何種類かあって、あ、はい、大人の生きづらいところをテーマに活動していたり、あと環境についても最近仲間とちょっとずつ動き出して活動し、はい、ともう一つグラフィックレコーディングといって、はい、イベントとか会議とかイラストとか文字で、表すようなお仕事をしてるんですけど、根本にある、活動指針っていうのは、同じで、なんというか自分だけじゃなくって周りの人もというか、もう誰もが、はい、
お金とかそういう形あるだけじゃなくて、内面から溢れたり、内面でこう感じられる幸せを感じていけるような活動かどうかっていうところが、自分の中で一つ大きな活動指針になっています。あまりなんというか、はい、いっぱい稼ぐとか、はい、なんか あるものを得るとか、最近そこにはあまり興味がなくて、じゃあどうしたらなんかもっと、なんだろう、温暖化をこう食い止めるにはどうしてったらいいのかとか、それをなんかこう二分列で対立せずに楽しく進めていくにはどうしたらいいのかなとか、なんかどうしても、なんでしょう、自分のやりたいこととか社会福祉とか環境問題とか、そういうところってどうしても対立構造が生まれがちというか、確かになんかビーガンっていうところを選ぼうとしても、ビーガンとそうではない方とか、時にはこうビーガン同士でのちょっと意見の食い違いであったりとか、そういったところも目にするんですけど、なんかこう二分列ではなくて、こうお互いに尊重しながら、尊厳を守りながら、楽しくそういう活動を広げていくっていうところが、自分の中では大切な活動指針になっています。本当、すごく共感しますね、それは。はい。なんか、とはいえ、こう、はい、吸い合わせ、すごい難しくって、はい、今も、このことを仲間とやっているんですけど、それぞれ。何のことですか？あ、エコです。あ、環境問題。エコですね、環境。はい。それぞれにこう持ってる強みも違うし、うん、進めたいスピードも一つではないし、そういったときにこうお互いを尊重しながら楽しくしていくところの難しさも感じつつ、でもこうそれが楽しいなとも思いながら、はい、なんか一人でやるってなると、こう一人でパッとやることはできないことはないのかもしれないけど、でもやっぱりこう人とつながってやっていくからこその価値みたいなものをすごく感じています。うん、環境とグラフィックレコーディングと、一番最初は大人の、生きづらさです。大人の生きづらさ、そこは、はい、あ、最初のですよね。その最初に言ってたので、そこを、まあ、自分、あ、一人一人が自分らしく生きられるようにすること、うん、ですよね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ、次4つ目の質問ですね。はい、じゃあですね、その最初におっしゃっていただいた、自分らしく生きられる人が世の中に見えるといいっていう、まあ、この夢ビジョンですね、を持ったきっかけ、で、まあ、そこに何か出会いとか発見があったら、それをお聞かせいただけますか？はい。ちょっと話したんですけど、私自身がちょっと複雑な家庭に育って、その自分らしさとか、自分らしく生きるとかところとは結構無縁な人生を歩んでいて、なんか自分らしく生きていないから、こう他の人のこともすごくこうキラキラして見えたし、羨ましいなとか、なんかこう妬ましいなとか、そういう気持ちにこう飲まれそうになった時期もすごくたくさんあったんですけど、なんかそういった中で自分自身ととことん一緒にいてくれる人との出会いがあったり、はい、と今子供が2人いるんですけど、子供ってすごい無条件で愛情をこうぶつけてきてくれる感じ、自分をこう愛してくれる子供とか、そういったところの出会いがあって、なんか思うのが、こう人との出会いで自分らしさを取り戻してこれたなっていうところがすごくありました。自分だけで乗り越えてきたわけではなくて、すごくいろんな人が信じてくれたり、見守ってくれたり、こう背中にそっと手を当ててくれたり、なんかそういう出会いのおかげで、なんていうか、自分らしさを取り戻したり、自分らしさを開花させられたり、
そういうふうにしてこれたのは本当に人がいたからだなって思っていて、そうですね、そのでそこの出会いとかそこでの気づきとかがあったので、今のビジョン自分らしくとか、みんなで幸せになりたいなとか、そういうふうなビジョンを持つようになったのかなと思います。あー、すごい。あー、なんかやっぱ人との出会いだったんですね。人との出会い。そうです。あー、うーん、あ、すごい素敵ですね。なんか、かにさんのその語ってるこの姿が本当に、なんかありのままのその自分らしさって、本当におっしゃってる、なんかそのままが出てる感じがすごくして、うん、すごい素敵だなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、5つ目の質問ですね。さらにですね、まあ、その発見や今の出会いの背景っていうところで、もうちょっとその、そうですね、まあ、もうちょっと遡ってって、行った時にどんな背景があったのかっていうのを聞かせていただけますか？はい、人に助けられたって今話したんですけど、でも、はい、人に出会ったからすぐ変われたわけでは全然なくて、きっかけとなる人と出会ってすごくこうそこでの衝突があったんですね。ああ、そうなんですね。なんかこうぶつかり合いもあったし喧嘩もあったし、もう離れたいとかっていう気持ちとか、もう自分が嫌になるぐらいの衝突とかもあったんですけど、そういった衝突があって、なんか相手を通して自分と向き合うことになったっていうのがありました。なんか人と向き合うってこう他人とこう面と向き合うようなイメージがあるかなって思うんですけど、私の場合はその人とぶつかることで、じゃあ自分の内面の何が引っかかってるのかなっていうところの問いになって、はい、なんか人と向き合うことで自分と向き合って、結果自分のなんかいわゆるネガティブと言われるようなところに、はい、男と合わせさせられたというか、なんかなるほど、そのところに目を向けざるを得なかったみたいなとかあって、でもそのぐっちゃぐちゃなところって本当は見たくないし目を背けたいし、なんかできればポジティブの中にいられるならポジティブの中でもないって思っちゃうんですけど、確かに、でも結果自分が成長できたのってそこのトロットロとこうとことん向き合ったらみたいなところがあって、うん、なので結構なんだろう、感情ってポジティブとネガティブに分けられたりとかすると思うんですけど、はい、なんかあんまり私はそういうふうに思わなくって、その、うん、ドロドロの感情っていうのも必要だから生まれてるわけで、うん、それ自体が悪ではないなって、その感情を持つ自分も悪ではないなって思って、うん、なんか人との出会いで自分のそういう汚く見えてるところも実は悪いもの汚いものではないんだよってことに気がついたら、他の人のそういうネガティブな感情、はい、いわゆるネガティブな感情に、うん、いや必要だから出てるんだよねとか、はい、別に出してるその人が悪いわけじゃないよねとか、うん、そういうところにもつながっていったっていうのがありますね。なるほど、すごいですね。なんか本当にとことん向き合ったんですね、そこまで気づくっていうことは。そうですね、多分なんか、うん、私はバックグラウンドが結構ドロドロだったので、うん、手つかずのドロドロが結構あって、はい、あ、うん、だからそれこそそこと向き合う時間も決して短くはなかったんですけど、はい、でもそのおかげで自分以外の人のそういうところにもなんかこうちょっと理解できるようになったっていうのは、うん、まあ、一つ良かったなって思います。はい、うん、
そうですよね。それで自分だけじゃなくて、その他の人のネガティブな感情とかも、こう、なんかそんなの、まあ、嫌だというか、こう、そう、跳ねのけるとか、そういう、なんかね、悪く見るんじゃなくって、それも必要だからっていうふうに思えるって、相当ですよね。すごいと思って。仕方ないよねみたいな、あるよみたいな、わかるわかるみたいな、それがきっとその質問の3つ目とかでした自分を大事にできるから初めて人を大事にできるみたいなところが、つながっているのかなと思います。なるほど。いやー、すごい素敵な話です。感動です。はい、じゃあ以上で、5つの質問終わりなんですけど、何か最後にこれを見てる方にメッセージとかあれば一言ぜひお願いします。メッセージ、そうですね、なんかどうしてもこう社会を良くしたいとかそういうふうに思った時にも一人の力では難しいなって思ったりとか私もあるんですけど、でも一人一人が持ってる力って本当にものすごいと思っていて、でそれこそネットワークが発達してこうして離れたところでもこうつながり合える時代が来た、来たな、素晴らしいなと思っているので、ぜひいろんな方とつながって、より良い、より良い社会っていうとなんか使い古されたような言葉に聞こえるかもしれないんですけど、でも本当により良い社会を作っていけたらいいなという、思います。ありがとうございました。はい。いや、本当すごくなんか温かい話を聞けたっていう感じで。なんか聞いててすごいこう安らぐような気持ちになりましたね。ねえ、いやーすごい素敵でした。はい、じゃあ今日は中塚あかねさんのインタビューでした。はい、あかねさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。